出発します。真っ暗です。しかも雨上がり、いまいち雰囲気は良くないですね。切れ落ちてますね。怖いです。西上州の山は怖いんだよな。よいしょ。最初の急坂が出てきました。こういう濡れた日は滑るので鎖が大変ありがたいですね。第一難関突破、はあ、相変わらずなんでこんなところに道があるんだか、はあ、不思議なぐらいの鉄壁が、特に左側にありますね。右側もかなり切れてますけど、はあ、左側はやばいですね、落ちる。明るくならないな、なかなか。橋を渡っています。オルンゼのような。おはようございます。ハブです。今日は荒船山に来ています。ちょっと雨上がりで、しかも曇ってて、あんまりこう気分が乗らない感じなんですが、相対運用頑張ります。すごい壁がありますね。なんで黄色いですかね。ここはなんか気持ちがいい場所。こっちも、そしてあれが友岩の一部ですね。から通行止めと言われましたね。ちょっと緊張しますね、ここは。よいしょ。よいしょ。なんとかクリアしました。
もうすぐみたい。超怖いっす。あ、怖い。高いとこ怖いっす。あそこは物見山ですね。一応雲海になってます。怖い怖い。この岩の方は前来たのでここに行きます。今荒船山の山頂を歩いてます。 1.2 キロぐらいずっと平坦なんだそうです。前来た時は風が強くてゴーゴー音がして怖かったんですが、星尾の峠に行きました。行塚山、もうちょっと荒船山の、まあ、山頂と言われてるのはこの行塚山です。もうちょいです。こんにちは、お願いします。はい、山頂です。